リコトモクラディウム大ヒアタマクラディアムは毛かびめの菌類の一つ。胞子形成部の枝が、二股分子し、その多くの先端が不実の棘となる。無症生殖は単胞子性の小胞子能を小さな、イタだ機能の,の表面に多数つける。タイプ種である D エリゴンスを元に記す。菌体の様子通常の観点培地上で培養は、可能だが、その生育は限定的で、 合成向コールバイチで、摂二26度、6日間の培養でもコロニーの小道は3センチメートルほどにしかならない。棒状で密集したコロニーを形成し、当初は白く、後にオリーブ色っぽく色づいてくる。無性生殖は単胞子製の小胞子能による。胞子形成柄は直立するか、斜めに立ち上がり、高さ1から2センチメートルに達し、その径は5から8ほど。 透明から明るい黄色を呈し、当初は無核壁だが後に核壁を不規則に生じる。柄は単一化、あるいは不規則に仮軸上の分岐を見せる。細胞壁は厚くて表面に細かな凹凸がある。この柄の上に胞子形成部分を2から18個ほどつける。この部分は柄の上にある程度一定の間隔を置いて単独に、あるいは対をなし。 あるいは臨性上に生じる。それらは、横絵として出た後に短い間隔で二差分子を繰り返し、25から45、4から8.5の横絵が混み合って、方子形成部を作り上げる。方子形成部は、成熟時には、灰色から茶褐色になり、その外形は不規則な海上から、やや休憩になり、その径は160から250に達する。それを構成する菌子は、 分子を繰り返し、その枝の多くは、先端が伸長して、不実の棘状突起となり、先端近くの数個の横枝だけが、方子形成枝となる。不実の棘は、長さ6から32、基部の太さが1から3。方子形成部の枝の最後から2番目の分子には、普通は1つの角壁があり、最後の分子は、径が1から33で、 その先端が膨らんで休憩からややかどばった膨らみとなって表面に突起を並べたいただきのとなり、その径は4から6。表面には柄で繋がった消方指能が6から8個ほど生じる。消方指能の柄は長さ1から2で先端に向かって細まっている。消方指能は卵形から楕円型で、長さ5から6、幅3.5から4.5で、 無色からやや黄色く色づく。表面の壁は薄くて小さな、棘状突起が並んでいる。柱軸は凹んでおり、径に。胞子の胞子は、小胞子脳と大きさ、形ともにほぼ同じで、表面の壁は薄くて滑らかとなっている。有性生殖は接合胞子脳の形成による。自家不和合成なので公的な株同士を合わせた時のみ、接合は行われる。 接合法指脳は、球 k から球 k で計40から60。表面の壁は茶色でやや透明。表面には高さ2から5の突起が一面にある。その外側に残る配偶指脳は茶色をしていて、長さ2から5、指示柄は対面型、いわゆる H 字型になる。親族の記載分としては、以下のようになっている。法指形成禁止は、気質禁止から直接に出て、まっすぐか、 斜めに立ち上がり、単一か分子し、方子形成部を側面から出すか、あるいは先端の上に出す。方子形成部は、数回に差分子をした構造からなり、その枝の一部は伸び出て、不実の棘状突起となり、そうでないものはその先端が膨らんで角張った、あるいは丸っこいいただ機能を形成し、この、いただ機能の上に小さな柄のある、小耗指能が形成される。 富士津の棘状突起はまっすぐか曲がりを持ち表面に配置する。消防士脳の柄は細くて円筒型で先細りとなっている。消防子脳は単方姿勢でほんの小さな柱軸があり、球形から楕円型で表面の壁は細かな棘状突起があり薄くて持続性である。柱軸は切れ込みがあって凹んでいる。方士の方は大きさ、形ともに 消胞指脳とほぼ同じ。接合胞指脳は、休憩から休憩で、壁は暗色、粗い突起によって表面が装飾されている。配偶指脳は、明らかな形で残り、暗色で、表面は滑らかかざらつく。接合指は、H 字型。学名の意味は、大ヒアタマスとクラドズを合わせたもので、胞指形成部の即死が二差分子をしていることに基づく。 タイプ種のホロタイプは北、アメリカ、カリフォルニアのネズミの糞から分離されたもので、同時に調べられた株は北、アメリカからメキシコに渡る諸地域で、やはりネズミなどの糞から多くが発見されている。同時に記載された、もう一種、D ラバステムも、やはり、メキシコから北、アメリカに渡ってのネズミ等の糞から発見されている。また別属から本族へ移動された、 いいヘスルたいには、インドからのみ知られ、土壌とウサギの糞から取り出されたものであった。後に追加して記載された2種もそれぞれ動物の糞から発見されており、総じて温暖な地域の動物の糞に出現する糞性菌とみられる。この属が記載されたとき、その下に置かれたのは以下の3種であった。これらは、胞子形成部の特徴や商法指能をつける。 イタダ機能の形などで識別され、D ヘスル体内は、胞子形成部のまとまりが緩くて分子が見て取りやすく、トゲ状突起が少ないことやイタダ機能が角張っていることで、また D ラバステムは、胞子形成部が大きくて、しかし胞子形成柄に対して小数しかつけないことなどで区別される。あとに、同一の著者らによって、以下の2種が追加された。D フロリダナムは来た。 アメリカでフンから得られたもので D ロブステムに似ているが、消耗指能が卵型をしている。D スフェロスポーラムは D エリゴンスに似ているが消耗指能が休憩をしているものでパキスタンのフンから得られた。本属に特によく似たものにイトエダカビ属トクラディアムがある。本属とは以下の点で共通の特徴を持っている。このような点から両者はよく似ており、 実際に現在は本族のものとされている D ヘスル体内イイは新種記載の時点ではこの族のものと判断されて C ヘスル体内イイと命名されていた。しかし本族はこの族のものとは以下の点で異なっている。本族が記載された時点では本族はさほどの議論抜きで枝毛かびか三二両地に所属させられた。これは主として 無性生殖器官の構造に基づくもので、それ以前より、症胞子脳を形成する、結果ビ類は枝毛カビ化とすることが行われてきた。本属を記載したベニーベンジャミンの定義では、大型の胞子脳と少数胞子あるいは単胞子の症法子脳を形成し、症法子脳は単胞子の場合でも、胞子能壁と胞子が区別できる。胞子脳は、顕微強化で滑らか。 配偶指の壁は有色で鉱壁で表面は突起に覆われる。それを支える配偶指導は両方同型で付属突起を持たず接合は H 字型というものである。これは消耗指導を形成する毛カビ類から郊外毛カビ化やスす玉カビラジオミセス属などを排除するような形である。糸枝カビはこの時点では枝毛カビ科に含めていたが、 その後この属だけで単独に糸枝カビカ、ケイトクラギシーが建てられると、ベニーベンジャミンは本属に新種を追加すると、同時に本属をこの都がに含めるべきとの判断を示した。しかし21世紀に入って発展した分子系統の研究により、このような分類体系が類縁関係を反映していない例が多いことが判明し、体系の見直しが行われた。ホフマンへ通では、 ケカビ目全体にわたっての系統を分析して、かの構成を検討しているが、本属については語種を使って、これらが単系統をなすことが示された。同時に本属と最も禁煙とされたのがリックシーミア、であった。これは元来は、弓ケカビ属アブシディアに含められていたものであり、その特徴は、補服禁止を出すこと、および大きなシノウのみを形成し、シノウには、 塩水系のアポフィシスがあって、胞子脳全体が、ような型に近い形をしていることである。リックシーミアに移された種は、この属の中でも性質が異なると見られていたものの一部で、特に高温で生育が可能で、そのためもあって人間に、結果微症を引き起こすことが知られたものを含んでいる。従って、本属とは、形態的には、共通する点が、ごく少ないのであるが、 分子系統の検討が進むにつれて、両者の禁煙性が指摘されてきた。それが改めて確かめられた形である。両者には、携帯上の共通点は、ごく少ないが、共通な性質として、高温への耐性があり、本属のものでも普通に、摂氏35度で、よく成長し、一部では、摂氏37度でも成長が可能であることが、確かめられている。この両者で一つのか、 リックサーマナ野球を建てることが提案され、またその中で、それぞれの族を別個の赤とし、本族は大弥陀枕デオディの下に置くこともまた提起されている。ちなみに、このホフマンエトールの結果によると、糸枝カビ族は、ケカビ族を含むケカビ目の多くのものが集中するクレードに位置しており、本族の属するクレードとはケカビ目の系統樹の規定近くで分岐したことになっている。 以下、ベニーベンジャミン、P340 ベニーベンジャミン、P338 壁が割れたり溶けたりして、胞子を放出するようなことをしない、という意味である。ベニーベンジャミン、P340 から342ベニーベンジャミン、P343 ベニーベンジャミン、P347 ハットベニーベン,ンベンジャミンハットベニーベンジャミン、 P339 ベニーベンジャミン以下、ベニーベンジャミン、P338 から339、規制性を示すが、培地上で単独に生育させることもできる。ありがとうございます。